突然ですが、皆さんは前回のこれを覚えているだろうか。フクロウ探し、これも鎌内さん企画だね。フクロウなんて別に普通にいるんじゃないのか。いやいや、北海道とか行かないといないんじゃない。いやいや、ね、いるのはいる。でもやっぱ自然がないとおらんから、東京のこのせかせかした感じに地が悪化しちゃってる。地がね。あ、じゃあちょっと自然を、自然見てっていうので。そう、鎌内さんはお尻に爆弾を抱えているのだ。それを踏まえて続きをご覧ください。はい、で今からフクロウ探しに行くんですが、調べました。東京で野生のいるフクロウがいる場所、はいはい、奥多摩か、うん、高尾山か昭和記念公園にいるんではないかと。高尾山ってさっきなかった。あったあったね。じゃあ高尾山はなしにして、奥多摩か昭和記念公園で。そうそう、そもそも俺だけその東京から離れ、ちょっと離れて自然を見たかったから。なんで、それを決めてもらおうかと思って。立川か奥多摩、奇数やったら奥多摩、偶数やったら昭和記念公園に探しに行く。で、日があるうちじゃないとあかんということなんで。なんで、まあ、もうすぐ出なきゃいけないんで、もうパッとパッとさっきの脱線掛け声で二人でサイコロ振って決めてくれ。なんですぐ出なきゃいけない。なんでもうだって君が、ね、遅刻するからだ。もう昼だ。今日は何時集合だった。7時だよ。僕ら7時からコーラをやってたんだ。君は何時にコーラをやったんだ。11時とか。そうだろう。寝起きじゃねえ。寝起きじゃねえ。ただコーラを飲んだ。ただのコーラ、ちょっと辛いコーラを飲んだ人。多めにコーラ飲んだやつ。そうだろう。よし、じゃあサイコロ振って決めてくれ。奇数だったら奥多摩ですから、偶数だったら昭和記念公園ですから立川市。いきますよ。はい、もうそっち主導だよ。サイの目ゴー。7キス。どっち。キスだったら奥多摩ですから。奥多摩へ。本当にキスだったら奥多摩っつった。言ったろ俺。本当に言った。全然覚えてる。君たちはバカなのかい。さっき言ったことも忘れんのかい。キスやったら多摩川って言ってなかったっけ。多摩川にフクロウがいると思うかい。キスやったら軟膏ぬりぬりや。軟膏ぬりぬり選択肢なかった。ちょっと確認して言って自分の発言やん。ちょっと待って。何え、言わんかった。言ってない。言ってその選択肢入って。じゃあもう一回やっていいよ。ピンゾラやったら軟膏ぬりぬり。やった。ピンゾラやったら軟膏ぬりぬり。ピンゾラやったら軟膏ぬり。うん。で、奇数だったら奥多摩。奥多摩で。偶数だったら立川。うん。分かったね。OK。でも、鎌内さんが振るのね。一人でね。じゃあ、あの掛け声やって。出したやつ。あの出したやつやるぞ。さいのめゴー！ピンゾロおい、じゃあ今日は僕らは家から出たのはさいの目公園だけかい。ちょっと、あ、分かった。じゃあもう一回振って、奇数やったら部屋の中で軟膏ぬりぬり、偶数やったら外で軟膏ぬりぬり。偶数、そうやな。奇数だったら奇数やったら奥多摩で軟膏ぬりぬり。偶数だったら立川で観光だね。そうしよう。観光ぬりぬりが入っただけ。これ出てしまったらもうしょうがないよね。そうね。じゃあそれでいこう。僕俺こんなとこで使ってしまった。使ったなこれは。使ったな。観光ぬりぬりが増えたな。じゃあもうしょうがないから、奇数だったら奥多摩で観光ぬりぬり。
偶数やったら立川で南高ぬりぬり。やっぱ自然の多いとこでね字は直した方がね治りやすいよ。そうよ、ね、結局あの都会のストレスで出てきたよね。悪化しとるから自然の中で感じて南高ぬりぬり、それも一発で治る。そうやな。じゃあ袋はもうなしと。なんだその企画。まさかの企画変更。じゃあ多少決め、奇数やったら奇数やったら奥多摩で南高ぬりぬり、偶数やったら立川で南高ぬりぬりと。ゾロ目だったら、ゾロ目だった。いやここでゾロ目出たら、ゾロ目出したら、いやいやもうスポット行こうすんじゃん。もういやゾロ目やったらさいの目公園で南高ぬりぬり。もうなんかだったらもっとぶっ飛んでるのがいいんじゃないの。いやバスタ新宿で南高ぬりぬりする。バスタ新宿でさらに振って行き先を決めたところで南高ぬりぬり。じゃあ、かましさん。じゃあ、いきます。さいのめ、ゴー !4、4、グース、グース、立川で、南高ぬりぬり。はい、どうも。編集中の吉川です。ここからは、本当に品がないので、苦手な方、食事中の方は、ご遠慮しておいた方がいいかと思います。では、続きをどうぞ。5秒になった。5。立川、立川。ちょっと合わせてもらっていいかな。急にやるの。15秒になった。立川。全然合わせない。おろ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 、森みたいになってきましたよ。俺みたいになってきたね。こういうところは、まあ、俺もね、南高ぬりぬりスポットを探すために今この道に来た。南高ぬりぬり夕日見ながら南高ぬりぬりとか最後だ。夕日を見ながら南高ぬりぬり全然人いないな。どうですか、肛門の具合はどうですか。まだすか。いやでもね、ここではない。ぬりぬりポイントはどこすか。え、もうあります。もう見えてくるよ。このね、やっぱね、夕日がやっぱ一応綺麗なとこでやりたいね。小高い丘みたいな上で。あそこじゃない？あそこやろ。あそこでの難航スポット。あそこやろ。ここですか。確かにここはいいわ。とりあえずここでサイコロを振りましょうかね。先行高校決める。先行高校。じゃあ俺先行。先行。うん。数が小さい方が塗るでいいね。うん。これさ、塗る方が負けだと思ってんの。いや、どう考えてもだろう。は？何のためにこれやるよと思ったの。何のためにやるの。お前らに運をつかせるためやろ。じゃあもうちょっとやっぱ運ちょっと出ちゃってん。運は運は気持ち拭いとるよ。でもさあ、確実に全部綺麗に拭き取れ取るわけじゃないやん。そこにお前ら直接こう軟膏を塗ることによって運がついてるわけやん。そのためのやつやん。だからほんま嫌やで。勝った方が、勝った方が塗る。そう、勝った方ってことは数字が大きい方ってこと。そう、そ数字が大きい方が。待て待て待て、ピンゾロはどうする。ピンゾロは最強にしとく。うん、ピンゾロ自分で塗る。じゃあピンゾロは自分の運を自分で回収する。どっちかがピンゾロ出したら川さんがやる、うん、それでいいね。いいよいいよ。引きの絵ってことね、うん、で、数が大きい方が塗る。塗る。わかりました。先行は伊豆くん。サイの目。ゴー。四ゾロ。四ゾロ。八ねだろ。ちょっとこれそ備えておいた方がいいんだろうな。このね、ピンゾロでね。この方が出やすいんだよね。関係ない。関係ない。関係ない。行きます。
さいのめ。7ということは？ん？ん？塗るよ。そうね。光栄やろ。運がつくの。どんぐらい塗ってくる？わあ、結構出したね。それあれやね、もう今日帰りずっとムズムズしてる感じや。やだ。じゃあ先生お願いします。自分じゃできないんでね。きたねーきたねーきたねーすげーきたねーやだきたねきたねきたねおしこんだおしこんだきたねおしこんだきたねまたまたお願いします。はいお願いします。なり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 これ押し込むの押し込む押し込む指指を切って切ってきたね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 やだきたね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 これこれしてるんすそこそこそこそれ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 今いたいたいた。押し込まれた。卒業しちゃった。宝くじ買おうすん買おう。地には軟膏塗り塗りということで、かまちさんの運を身につけた飯泉はすぐに宝くじ売り場へ。今回はここまで。次回、かまちさんの運は本物だった？スクラッチ宝くじは当たるのか？次回もお楽しみに。サイドメン